ブラジャー寺から7分の場所までやってきました。奥久慈と言われるところですね。あちこちに奥久慈はご飯が日本一うまいとかいろいろ書いてあります。で男体山っていう山がありまして、男の体の山と書いて男体山。なんか山って感じに道が細くなってきました。ブラジャー寺健在でいてくれるといいんですけど、もう果たして車でどこの辺まで入れるのかもよくわからないんで、まあでもみんな近くまで多分行ってるんでしょうけどね。またこれはでも路中がかなりしにくい地域だと思います。道がまあすごい細いんで、なんか茨城県もここまで来ると本当に大自然って感じですね。高知県に行った時、あの田舎に来たなって感じましたけど、なんかそれに匹敵するぐらい山深い、雰囲気があります。およそ200メートル先、いやー今日ね、なんかスーパーのその駐車場とか、公園の駐車場とかね、2箇所で1時間半ずつぐらい寝ようと思ってちょっと努力したんですけど、やっぱ寝られないですね。なんか斜め左方向です。やっぱ気温が高くて、寝苦しいです。昼はこれはちょっと夏は車中泊難しいなって思いましたわ。はい、こんな感じです。たまに対向車来ますね。あ、でもなんかこういう軽トラックとかじゃなくて、さっきもなんかちょっとマツダのね、かっこいい、マツダの最近の SUV が対向車で来たんで、しかも真っ赤なやつが、もしかしたら、廃墟目当てのお仲間かもしれないなとちょっと妄想したりしましたけども、しかしここね、警察のパトロールがあるとかっていう話ですけど、まあまああったとしても1日1回がいいところだと思うんですけどね。今ね、さっき軽トラが後ろから来て、ちょっとびっくりして、まあ、道が細いんでそのまま止まらずに上まで行っちゃったんですよ。そしたらなんか上にもお寺がありましたね。どう見ても下の寺と同系列としか思えない様式の、お寺がありました。でもね、結構やぶにもう包まれちゃってますね。1個だけでもないですね。しかもいっぱいあるな。止められるとしたらここしかないわな。難しい。止める場所がない。
ここにあの本堂が、あったようです。すごいなこれ。いやもう手に負えんわ。10年前に来たかったな。いきなりこんな入り口の脇に
けるとこまで行ってみるか。